皆様こんにちは、ボンバーモーゼ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今たくさんのリクエストをいただいております。本当にありがとうございます。できるだけ、まあ、こう上から順にいただいた順にリーディングをさせていただいております。このリクエストは少し前のお話になってしまうんですが、次男夫婦ナマズたちですねがベトナム公務前の会見を行いましたということで、今回は少し前の話題になってしまうんですけれども、この話題を取り上げたいと思っています。なぜ新居で会見をしないのか、グダグダのコントのような会見でネットも大炎上でした。三宅夫妻の会見中と会見後の夫婦の気持ちズバズバ占いお願いいたしますと来ています。はい、じゃあ見ていきますね。この左のタロットで会見中の気持ち、そして右のタロットで会見後の、ね、夫婦の気持ちをそれぞれ見ていきましょう。ちょっとね、はい、これ浄化の鈴です。まずは三宅、はい、これが会見中の気持ち。はい、行きましょう。グダグダの会見でしたけれども、崩れましたね。さてさてさて、あらまあよいしょ。じゃあちょっともう一回これですよね。まあこれでもいいんだけど、いきましょうか。ちょっと待ってくださいね。会見中のエーミヤ、よし、ちょっと待ってください、もう一回、会見中、会見中、さあここでいいかな。さあ行きましょう。じゃあ行きます。会見中の気持ち相当の8追い詰められているとか、それ以上突っ込むなっていう、はい、そういう感じです。タワーもう本当なんかこうコントですね、本当にはい、そしてカップの9です。はい、まずじゃあズバズバと言いますね。はい、もうなんていうのかな、ほら知識がないから、知識がないから、もうなんかまだ会見ってこうコメンテーターというか質問者の方とかなんかね、もっと突っ込めばいいのに、なんかなんか穏やかだったじゃないですか。にもかかわらずもうすっごく嫌で嫌でしょうがなくて、もうなんか早くこう終わりたい、早く安堵の気持ちが欲しいみたいな、そういうものを、もう思ってたみたいですよ。逃げ出したかったっていう風に出ています。はい、そしてワンドのナイト聖地、コインのページリバース、カップの8。はい、ここを見てると、かっこつけたがりかなって感じです。なんか外だけなんか訂正を
保とうとするんだけど、全く中身が伴ってなくって、もうなんかもともとこのベトナムという国になんか興味もなかったんじゃないかな、この2人。なんかこう興味が なくて、ただ訂正だけを整えようとしてたから、もうなんかこう出すものがない、うん、会見で出せるものがなかったと言っていてそして、はい、ここがコインの4のリバース、ソードのナイトリバース、カップのキング、はいが出ました。人物カードが多いですね。はい、ここがね本音の部分で出てるんですけれども、はい、まずまあどっちかって言ったら、まあ、これお二人の気持ちなんですけど、なんかやっぱりこう行くことに対しての、まあ、こう金銭的なメリット、うん、もうなんかこれは誰にも渡さないよみたいな、そういうものがあるし、うん、これまあソードのねナイトのリバースが出てるので、やっぱりこうもともとのその知恵がないというか、うん、もう知恵がなくて、なんかこう自分の、うん、プラスになることというか、そういうこう金銭的なメリットしか考えてなかったんじゃなかろうかと思っています。あとはまあその、まあ、今回実際に他の国に寄ったとか現地で遊んだとかそういうことはわからないんですけれども、でもなんかこうそういうこう旅の楽しみをこの会見中にですよ、こういうこう旅の楽しみのことも考えていたような、そういう感じがする、うん、そういう感じがするので、あの全く中身がないです、うん、ただのもう本当にこうただのこうかっこつけなんですよね。こうなんか僕よく知ってるでしょみたいな、僕かっこいいでしょみたいな、なんかそういうふうに思ってた部分もあるみたいで、まあこの勘違いすごいですよね、うん、すごいし、なんかねこうこれだけこう追い詰められているね気持ちで、でね、できるならばやっぱりこう逃げ出したいっていう気持ちもあって、なんかそういう感じがするので、こう誠実になんか頑張ってこうやってますっていう感じが見えないかな、うん、もう嫌で嫌でしょうがないっていう、そういうのが出てるような感じです。じゃあこれ今度は会見後の気持ちです。行きましょうか。会見後、ワンドの7、聖地、聖者、聖地ワンドのナイト、聖地。もうねなんかマザコンっていうのかな、なんかこう自分ではですよ、自分たちではもうものすごくこうなんかこう成果を上げたみたいな、なんか僕頑張ったんだよママみたいな、なんかそんな感じが見えるんですけど、うーん、まあこの人もインナーチャイルド壊れてるかもしれないですね、うん、すごいなんかこう褒めて褒めてみたいな、そんな感じがすっごくあるんですよ。うん、ネットを見てないんですかみたいなね。はい、そしてはい、ソードの10リバースが出ましたね。コインの4、ここのカードと一緒ですね。コインの4、コ
コインの6リバース。はい。9日アートは、気持ちだけはね、ここでもう、ああ、頑張ったみたいな、なんかこう、すごくこう満足感みたいなのが、すごくあるんですけれども、まあ、中間意識に行くと、なんかこう、ズドーンと落ちてきますね。ズドーンと落ちてきて、こう、かなり、なんかやっぱり、こう、心に刺さるというか、なんかこう、思ったよりもできなかったとか、こう、もっとうまい受け答えができればよかったのにっていう感じで、なんか、まあそうですね、後悔がすごく出てきているような気がしていて、はい、そしてソードの2のリバース、カップのクイーン、カップの9のリバース、はい、こことここが同じカードですね。会見中のカードと、ごめんなさい、会見後のカード、まあ、カップの9、正位置とリバースで出ていて、あとは今さっきコインの4ですね。ここも、こちらはリバースで出ていて、右側は正位置で出ている状態です。はい、で、特に、まあ、この会見でなんかキーコがなんかこう、なんか不満足っていうふうなことを特に思ってたみたいです。へーって感じですけどね、戴冠式の時の、突撃インタビューのあなたのゴニョゴニョ何ですかって感じがするんですけれども、いや、できると思えないんですけどね、キーコさん、できるとは思えないんだけど、まあなんかね、私ならもっとできたのにとか、そういうことを言ってますよ。そういうことを言ってますね。なので、なんて言えばいいのかな、やっぱりまあ勘違いです、とても、とても勘違いしてて、まあ、こんなにね、逃げ出したい気持ちがありながら、やっと終わったっていう満足感もあるんだけれども、なんかこう、私の方がもっとまともにできたとか、なんかこう、そういうものがこう現れてきているので、まあ、このご夫婦もなんかお互いに助け合うとかじゃなくって、やっぱそれこそ本当こう一方的すぎる、なんかこう、こう勝手な夫婦だなっていう感じがします。寄り添うとか助け合うとか、そういうのが全くないなっていう感じが見えるかなと思いました。まあここにね、カップのキング出て、ここにカップのクイーンが出てっていう形で、まあやっぱりこう、キーコっていうのは、まあやっぱり、まあずるいのかなというふうにも感じました。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。